少ない今日。まあ、昨日は DVD の上映会がありまして、今日は山本愛理ちゃんが出演してる見に行ってきました。こんばんは。昨日のセプトイベントで DVD 購入したので、草原さんのセリフを覚えます。なんで？草原さんのセリフ難しいですよね、喋ってる内容が。民をたらくせしめ、国は腐敗の一途をたどり、人と優秀の進化を阻む。大切なのは争いなのだよ。勝手なことは。だとしたら俺たちは何のために。私のせいなの。よかったですか、ミュージカル。そう、ミュージカル見に行って、あのね、すごく一人一人の歌唱パートが際立ってて、そう、めっちゃ皆さん声が綺麗だった。あのね、そう、あえてはないんですよ、感激だけ。こんばんは。草原さんの最初のセリフってなんだろう。皆様方、これは草原殿、お久しゅうございます。なんだ、キョンキョンさんじゃなくて山本愛理ちゃんのミュージカルを見に行きました。キョンキョンさんって書いてたかな。山芋うどん美味しそう。昨日の舞台室で後ろの席に、そうそうそう、たくさん食べ物をいただいて、こんばんは。ポップコーン、大きいバケツのキャラメルとバター醤油が入ってるポップコーンと、あとメロンソーダを飲みながら、クロスももらったし、ワッフルももらったし、そう、上映会一番にですくれてありがとう。上映会もね、近くて久しぶりにひなぎくになりましたね。知り合いが道さんのサイン入り写真引いてて羨ましかったね。なんかすっごくお土産が配られてたらしくてね。あのお土産ってさ、中身がさ、みんなバラバラなんですか？全員さ、
あれなの？なんだっけ？カレンダーとか入ってるんですか？読めたわ。カレンダーか、街玉写真のトマト。カレンダー入ってた。お。じゃない方もいらっしゃったの？こんな、いろんなの。私は、バームクーヘンをいっぱいいただいて、立てました。あれ本当表示されてないや。ありがとうございます。あかんさん、タワーありがとう。入ってなかった。あれこんばんは。誕生日出かけました。今日じゃないけど、ありがとう。ありがとうございます。あかんさん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。まあ、ね、今日めちゃめちゃ暑かったよね。みたい。何からしげと、お、ありがとう。昨日帰りに DVD 買ってすでに3週目見終わった。すごい。もうセリフ覚えるやん。いや、風すごかった。飛んでいきそうなぐらい押されてました。私も愛子氏も風に。昔のお菓子屋さん行けてないんですよ、駅で。忙しかった。忙しかったっていうか、感激してから駅行ったらあんまり時間がなくて。エンディングライブの甘みつけて、炎の日の時よりテンポ早い。そう、テンポが早い。
エンディングライブの時もあるし、あのそのままの時のエンディングライブもあるって感じですね。基本は早いんだけど、あの大千秋楽のエンディング最後の方のはゆっくりバージョン。なんか劇中で、ね、一番最後にあのフルで絶対に歌うから、そのさっきフルで聴いた曲をもう一回フルでね、エンディングライブになってすぐポンポンって聴くことになるなって思って、なんかあの月しぐれの時もあの本番とエンディングライブテンポ変えて歌ってたりしたから、なんかそんな感じに違いをつけられたらいいですねって話をして、早めバージョンの雨水つき持ってきました。でもちょっと難しいんですよね、早めバージョンの雨水つき。聞いてます、いい曲ね、いい曲。感情が高ぶったきちんと歌っててすごいなと思ったね。言っていただける、それなんでなんじゃろ。繰り返し回るように、なんかトゥルルルルトゥルルルルが早めバージョンになったらちょっと難しくなっていく。飛ばす気のね知的へ行くまで繰り返し回るように、トゥルルルトゥルルルル、やめるな、そう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 、ゆっくりだったらね、先へ行くまで繰り返し回るようにぐらいでいけるけんさ。でもやっぱみんな恥ずかしがってた、私もちょっとね恥ずかしかったんですけど、あの大画面スクリーンで顔がドアップで映ってたり、ハモリ歌って、左手重ね合わせるようにわかりよう、あたらよでさえ、見ながら、うわここの表情がもっとできたみたいな、なんて言ったらいいんですかね、自分で自分にダメ出しを、ラストのシーンとか目がずっとこんな感じだった、そうそうそう、
私がガチのガチで昨日の上映会の映像のみちさん見て途中ガン泣きでした。ええエンディングの映像が素敵だったね。思った私も。めちゃめちゃあれだけセリフの数を覚えられるのがびっくり。私もさ、まあフェイターは一回私やったことあったからね、同じほとんど同じセリフだったので。でもフェイターの最初の2019年とか落語やるときとか絶対覚えれんわって思いよったけど、意外といけるんですよね。すごいよ。もう一回頼むね。お手洗いで登壇者の皆さんで写真撮った時、蓮と夢よりのアクストービに挟んでたの。うん、 I love you。ずっと挟んでましたよ、あの登壇してる時も。でもちっちゃいけんね、あんまり見えない。裏側にもう一つ感情を捨てるってへーってなった。なん、そうそう、ヨメイさんのツイートで見て。あ、そうなんですか。見てないや。明日は3期生見てきますねー。楽しみですね。いろいろな役員ジルミチさんを見てみたいな。どうもありがとうございます。嬉しい。でも皆さんすごいなって思った。まだまだや。明日か。そう、明日お披露目行ってきます。おー、いってらっしゃいです。お披露目は配信で。うん、うちのレベルアップも楽しみねえ。まあちょっとさん以外の演技もねえ、なんか今日それこそミュージカル見させてもらって、なんか結構ダークな女の子って感じだったんですよ。なんか不思議な世界観というか、そう、面白かった。逆にみちさんの悪役の演技を見てみたい。そうなのよ、やりたい。そうそうそう、まあどっちが演じるならどんな役から、どんなんじゃろう。自分がと近いか遠いかで
やるやつ変わるんですか。一回さ、私はさ、あの仁義なき戦いに出させてもらってるからさ、それが多分ね、今後もやる中で一番自分と自分から遠いと思うんですよ。矢野さんをやってたから、もう性別から違うからさ。そう、博多座行きました。懐かしい、ありがとうね。難しかったけど、でも楽しかったな。自分どうなんやろうな、自分と違う方がやりやすいのかな。ぶっ飛んだ役やってみたい、やってみたい。なんかキャラもの系の役とかやってみたいです。キャピキャピしてる感じの。ねえ、それでは誕生読んでいきます。13位キヨさん、12位マサジさん、11位長谷川さん、10位白鬼使いさん、9位ブルーさん、8位キュウさん、7位坪井ゆうすけさん、6位ジュノラボさん、5位昔からおじいさん、4位なおさん、3位中谷寺さん、2位トラッキーさん、そして1位はトゥルルンちゃん、ラッカンさんでした。ありがとう。そしたらキナバ22はトゥルルンチちゃん、ヒヤスさんでした。ありがとう、ありがとう。ありがとう、おやすみなさい。